はい、こんにちは。今日なんですけれども、iHerb で購入して失敗した商品を紹介したいと思います。普段、iHerb レビュアーとしてですね、まあ、いろんなものを買い漁っては自分で使ったり食べたり飲んだりしているんですけれども、そんな中でもですね、外れのものっていうのも今までたくさんあります。今日はですね、失敗してしまったもの、これは二度とリピートしないっていうものが結構あるので、3つ紹介したいと思います。まず一つ目はアドバンスクリニカルズのレチノールクリームでございます。レチノール、これは僕は普段からですね、まあ、スキンケアで布教活動をしていまして、コラーゲンの生成を高めてくれて、肌のターンオーバーも促進してくれて、毛穴の詰まりも改善してくれたりとか、あとシワ改善にも効果があるという、非常にもう使っていただきたい美容成分なんですけれども、 iHerb にはたくさんレチノールの製品が売ってます。日本だとレチノールっていうのは結構刺激になりやすいので濃度が低いものが多いんですよね。例えば一般的に薬局で売ってるものだと資生堂のエリクシールが、まあ、濃度が大体 0.03% と言われてまして、レチノールって海外の論文とかを見るとやっぱり 0.1% ぐらいは濃度としてはあった方がいいと思ってます。日本っていうのは刺激があるものっていうのは低く濃度を入れたりとか作らなかったりとかするんですね。じゃあこのレチノール、濃度が高いものどこで買うかで言うと、やっぱり iHerb で買うことが多いんですけれども、 iHerb にもたくさんレチノールが売ってて、その中でもこちらのアドバンスドクリニカルズのレチノールですね、これはもう大容量で、顔以外にもまあシワが気になるところとか、まあ、体にも使うことができるんですが、このレチノールは僕はちょっとリピートはないかなという感じです。で、それはなぜかというと、このレチノールに関しては白伸びがすごいんですよね。まあ、実際にこうプッシュして使うと、この量が多いとかじゃなくて結構白伸びをしてしまうようなレチノールです。僕は個人的にそのボディクリームとかもそうなんですが、白伸びをするのを結構避けてます。で、白伸びするとやっぱりですね、僕みたいなタイプの人間はいつまで白伸びしてんのみたいな感じで思ったりとか、あとはやっぱり白伸びすると顔には使いづらかったりするんですよね。このレチノールをわざわざ iHerb で選ぶ必要があるかというと、選ぶ必要はないなということで、僕はリピートをしないという感じです。安くて大容量で別に白伸びしてても、例えば夜人に会わない時間だけしか使わないのであればいいんですけれども、まあ最近では海外の皮膚科医の方とかは別に朝使ってもいいと言われてたりとか、日焼け止めの成分が入ってるレチノールなどもあるので、朝はたまにね使ったりとかすることもあるので、まあこれはちょっと僕は個人的には使いづらいかなと思ったので、リピートはないというような感じでございます。次はこちら、ジュリアンベーカリーのエッグホワイトプロテインでございます。エッグホワイトプロテイン、まあ卵白のプロテインなんですが、 iHerb で売ってるエッグホワイトプロテイン結構種類が少なくて、エッグプロテインなどで検索するとこのジュリアンベーカリー大体上に出てくります。このプロテインですね、僕が飲んだ中で一番美味しくないプロテインでした。過去にも iHerb で美味しくないプロテインっていうのはたくさん出ているんですけれども、これ断地本当に。まずマクロはすごく優秀なんですよ。カロリー120キロカロリーで、トータルファット 1g で、トータルカーブ 5g、 タンパク質は 22g と、脂質も少なくて非常に優秀なマクロなんですけれども、味がね本当に腐った卵、おはゲボっぽいというか、そういう感じで、飲むのが非常に億劫になるプロテインでした。これ僕最初に飲んだ時に何かの間違いかなと思ったんですよ。これは何かの間違いでこれがまずいんだと、多分俺の舌が今日バグっちゃってんだと思って飲むのをやめたんですけども、何回か飲んでみたんですけど、いつ飲んでもまずいんですよ。これよりまずいプロテインは僕はちょっと出会ったことがないぐらい、これはすごく苦手です。卵白のプロテインって、例えばそのカネキンさんのところのエッグホワイトプロテインとかも結構癖があるので人を選んだりするんですよね。なのでエッグホワイトプロテイン、確かに最近の研究だとトレーニングが終わった後に筋肉の回復を促してくれたりとかするのは、まあ、チーズだったり、あとは卵だったりというような、まあ、研究があるんですけれども、さすがにねこのエッグホワイトプロテインをじゃあトレーニング終わった後に飲めるかって言ったらちょっと飲めない。普通に食事からちょっと卵取りたいね、チーズ取りたいねっていう感じになるので、これはねもう本当にリピートもないし、他のホエープロテインと混ぜて飲むのもダメでした。なのでこれは本当に処理に困ってるプロテインで、もう二度とリピートもすることもないし飲むこともないんじゃねえかなと思っております。次にこちら、アニマルトレーニングパック
PM という製品でございます。このパッケージ、筋トレをしている人なら見たことがあると思うんですが、ユニバーサルニュートリションとかだと、まあ黄色いアニマルパックとか売ってるんですけれども、まあそれのちょっと赤のシリーズのこのアニマルなんですけれども、これはですね、トレーニング終わった後の体を修復してくれながら睡眠の質も高めてくれるというようなサプリです。入っている成分は非常に優秀で、まあ、ビタミン B6、 マグネシウム、亜鉛も 30mm 入ってたりとか、 EAA ブレンド、アミノ酸ですね、まあ、必須アミノ酸も非必須アミノ酸も入ってたり、テアニンとかグルタミンですね、筋肉の回復としてグルタミンとか、まあ、そういうものが、まあ、オールインワンで取れるサプリなんです。オールインワンで取れるサプリで成分も優秀なんですけれども、これはですね、飲む量が多すぎるですこれは、摂取のタイミングは iHerb の説明書きの推奨だと就寝の30分から45分前に、まあ、取ってくれということなんですが、トレーニングが終わって、まあ、最後食事が終わって、ね、シャワー浴びてで寝る前とかになった時に、これ寝る前にこの量飲めます寝る前にですね、なんとこれ10錠飲まなきゃいけないんですよ無理で、しかもね、海外のサプリメントあるあるですけど、海外のサプリメントってやっぱり一つ一粒が大きいじゃないですか。で、これもまあまあの大きさなんですよね。で、これをですね、まあ、10錠寝る前に飲めるかって言ったらちょっと飲めないなということと、もう一つあります。これね、すっごい臭いんですよ。なんかねなんか中学生の部活終わりのスニーカーみたいな匂いがするんですよね。うん、めっちゃ臭いので、じゃあこのちょっと香りがある10錠のサプリメントを寝る前に飲めるかって言ったらちょっとね、続かないです、これは。なので、例えばトレーニングが終わった後のその回復としては、まあ、グルタミンは別で取ったりとか、あとは寝る前の睡眠の質を高めたいんだったらメラトニンは別で取るとか、もうそれで十分だと思います。まあ寝る前にこの量はちょっときついよなっていうことで、リピートはありません。はい、ということで今回のこれは買うな、これはリピートないというものはこの3つでございます。正直このプロテインに関してはもう何をどう考えても失敗、もう絶対に買いたくないっていう感じなんですが、レチノールとかこういうサプリメントとか別にそれ気にならないよという方でしたら OK だと思うんですが、わざわざこれを選ぶ必要はないよねという感じで、僕は今回ですね、リピートないなという感じで、あまりおすすめはしないという感じでございました。はい、iHerb ですね、まあ、相変わらずいろんなものを買いまくってるんですけれども、僕の YouTube 見てる方 iHerb 結構買ってる方いると思うので、これ失敗したなというものがあればぜひぜひコメント欄まで、書いていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、この他にもちょっと失敗したものとかもあるので、またそれはまとめて動画にしようかなと思いますので、よろしくお願いします。ということです。それでは